ハンバーグ食べきれんのこれ。あ、いいおこげじゃない。うん、あ、いい感じかも。多いな、俺こんなにいつも食わねえよ。おお、あ、いいかも。わあ、最高じゃない。漬物はここに、この辺にちょっと置こう。うん、よいしょ。キャンプで初めての和定食、ご飯、目玉焼き、ウインナー、鮭、味噌汁、納豆、これ緑茶、それに道の駅同士で買った、漬物、あとはないのは焼き海苔ぐらい。そこまで行ったらもう、 もう旅館並みだぜ。2日目朝食、はい、ではいただきます。あ、落ち着く。ご飯うまい。ふっくら食べてるね。うん。コンビニのパックの鮭、すごいね。湯煎するともいけんじゃん。うん。鮭が美味しい。すごい。ね。うん、普通に焼いたみたいだよ。うん。お昼ぐらいにさ、うん、温泉行くから、うん、ちゃんとご飯食べといた方が。そうだね。うん、いいよ。キャンプ場で納豆食うとは。初めてだね。うん。うま。大自然で和定食、うん、これおすすめだよ。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかった。大満足。大満足。感じの景色です。川がめちゃめちゃ綺麗です。お休み中すいません。はい、どうですか。最高です。聞こえません。最高です。
かったです。ヒロコリベンジ行ってみよう。またやったよ。またやっちゃった。また外した。またやりやがったよ。出た、まったく。するけど。ありますか。あ、起きた。なんてね。はい。はい、じゃあ帰りましょう。はい。来たー。もう月が悪かった。結構湿気が多かったからあれかな。月が悪かったのかな。今日もヒロコリベンジなりませんでした。なりませんでした。消えちゃった。進化早っ。玉ねぎも切っちゃっていいの？お願いします。はい、気をつけて。輪切りね。はい、はい。これぐらい？ 1 センチぐらい。はい、OK。 Thank you。 はい、今日のビールは夜な夜なエール、そして山梨万能ふっかけられトマトニンニクラー油。すごいな、いろいろ入ってんだ。じゃあそれをつけだりにして食べましょうか。いただきます。はい。夜な夜な。2日目の短いですね。はい、では乾杯。はい、よろしく。うどんだって。うどんか。ご飯にもぴったり。絶対美味しい。うまい。高原中山牧場高原黒牛。すごいなぁ、いるんだな、やっぱり。